アンジェラ・ゲオルギューは、ルーマニア出身のソプラノ歌手。1965年、ルーマニアのアジュートに生まれる。ブカレスト音楽アカデミーで学び、1990年に、クルージュ国立歌劇場のラボエームで耳を歌ってデビューした後、1992年に、ロンドンのロイヤルオペラハウスで、ドンジョバンニのゼェルリーナを歌って、国際デビューをしている。 1994年にロイヤルオペラハウスで、ショルティ式、椿姫のビオレッタを歌い、大成功を収めて、国際的スターの座を得た。クリーミーな声と舞台映えする容姿で、メトロポリタン歌劇場、ウィーン国立歌劇場、ロイヤルオペラハウスなど、世界中の歌劇場で活躍を続けている。ラボエームの耳、トスカのタイトルロールを得意とし、同じく、プッチーニのツバメを、 主要、オペラハウスのレパートリーに復活させたのは、彼女の功績である。ほぼ異仏系のレパートリーに先進し、例外として初期に歌った、モーツァルトもイタリア語作品である。ゲオルギューの姓は、最初の夫の姓。彼と離婚後に1996年に、テノールのロベルト・アラーニャと再婚。ステージとレコーディングで、数多くの共演を行ったが、2013年に離婚している。 彼女自身に子供はいないが、イの母代わりをしている。ありがとうございます。